どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということで今回ですね、東京市街にあります上海ブギさんにやってまいりました。こちらですね、以前に、スコビルチキンというね、辛いちょっと激辛チキンを、食べたところで撮影したところなんですけども、あれから時が経ってめでたく有吉ゼミの激辛コーナーに紹介されたお店です。今回ですね、その有吉ゼミに紹介されたテレビと同じ仕様で今日はね、挑戦していきたいと思うんで、それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。上海ブギ名物スコビルチキンを超激辛仕様にしたのが今回のメニュー。主な辛味は左からキャロライナリーパー、ラー油、ガンラー。キャロライナリーパーの辛さの値は220万スコビルという凄まじい破壊力を持つ。この激辛唐辛子をまず鶏肉にまぶして染み込ませ蒸していきます。蒸し上がったら小麦粉につけ、高温の油で一気に揚げていきます。鶏肉が揚がったらラー油をかけ、続いてキャロライナリーパーが全体に馴染むように振りかけていきます。裏面にも惜しみなくかける。仕上げにガンラーを追加。ガンラーとは唐辛子や山椒を調合して作るシビ辛調味料。主に中華料理に使われますが、和食にも相性がいいとされています。麺にはパクチーやラー油などをトッピングし、先ほどのチキンを器に盛る。最後にガンラーをかければ完成。灼熱汁なしマグマチキン担々麺のお目見えだ。こちらが、来ました。灼熱汁なしマグマチキン担々麺ということで、キャロライナリーパーもさることながら、これね、ホアジャオ、山椒も効いてるんでね、辛さとしびれのダブルパンチということで、じゃあ早速食べていきたいと思います。これね、一応、25分以内に完食すると杏仁豆腐のがもらえるということでね、それ目指して頑張りましょうということで、25分、いただきます。はい、じゃあスタートしたことでいただきます。これ、ね、もうキャロライナリーパー使ってますからね、これ直で触ると手がしびれるんでね、これ手袋しないと。これ必須でございます。いただきます。時間ないですか。すっごいサクサク、辛っ。うお、すごい。チキンの中にプリッキーヌが入ってる。これすごいな、辛っ。外はカリカリ、中はもちもちのジューシー。ここにもプリッキーヌが入ってる。ちょっと麺いこうか。さすがにチキン4連発はちょっときついんで、麺いきます。いただきます。
しいんですわ。うん、これ山椒がすごい効いてる。キャロライナリーパー。めっちゃ締める。いける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 、あともうちょっとだ、いけるいける、あ怖い。店長さんはこれ食べたことありますか？試食の段階でちょっと食べたんですけど、はい、あのいけるを残してる。え、はい、いけるいけるを残しました。今トラウマになりました。よし、行こう、行こう。ごちそうさまでした。はい、残すとこ9分13秒残してこれクリアでよろしいですか？いやどうした、きつかった、これはしんどかった。見事クリアしたということでね、ご褒美の、特典の杏仁豆腐食べさせていただきます。ありがとうございます。杏仁豆腐いただきます。すいません。それでは関西レベルの発表していきましょう。上海ブギさんの灼熱汁なしマグマチキン担々麺、辛さレベルジャララのジャラの辛さレベル9です。おめでとうございます。9です。はい、過去にギネス登録されたキャロライナリーパー、タイの激辛唐辛子プリッキーヌ、まさかね、チキンの中にプリッキーヌが入っていると思いますか？皆さん食べてびっくりしましたよ。私とんでもないこの仕掛けがありましたけれども、これね、元となるこのフライドチキン、スコビルチキンなんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、ただめちゃくちゃ辛いですけれども、辛さレベル調節できるんで、辛くないフライドチキンも食べれるんでね、ここ一番人気メニューでよろしいんですよね、スコビルチキンは。そうですよね、めちゃくちゃ美味しいね。というわけでね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログの方もね、ぜひ、チェックしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。